安藤と五府は、当朝が高栗を滅ぼした後、現在の朝鮮半島北中部から満州南部に相当する高栗旧域の管理を目的に設置した統治機構。当が高栗とくだらを滅ぼした後、旧高栗領を安藤と五府、旧くだら領を勇神と特府、白木を取り早し州と特府として、半島全域を半属国に変えて厳重としたため、 一時的に朝鮮半島に国はなくなった。668年9月、唐の高栗出兵により、高栗が滅亡後の平壌に設置され、王力高下流域及び、両島地区を管轄した。その後、白木の反乱が発生し、白木が唐の行政地区を侵略した結果、安藤と五府は旧高栗領の約3割を放棄し、676年に、 両登場に移転した。697年、安藤と五府の下部に所属する安藤と徳府の長として滅亡した高栗法蔵王の三子である高徳武が安藤と徳に任じられたこともある。705年、大坂栄が当庁のマネキアスを受けたことにより範囲は拡大したが、安氏の乱の混乱により773年頃に廃止された。木明。 668年から669年、節人気、669年から670年、孔ただし、670年から676年、節突、685年から696年、肺原形、696年不明、超飛都市砂を、698年不明等級、704年から705年単、重高し、 713年から714年。巨金港、714年から714年。虚金丹 ?714 年不明。節安七720年から725年里、727年から727年。増改良、727年不明。早明、733年不明七順、742年から755年。 夫もれ、不明756年、王元氏、756年から758年後、キーズ、758年から761年、高連、不明、不明高新、不明773年。ありがとうございます。